W.C. クラークは、テキサス州オースティン生まれのブルース、ソウルギタリスト、歌手。本名は、ウェスリー・カーリー・クラーク。スティービー・レイボーンがデビュー前に活動を共にしていた、ことでも知られ、オースティンのブルースシーンのゴッドファーザーとして、親しまれている。ハイサウンドあたりを彷彿させる、ソウルミュージックとコンテンポラリーブルースを垣根を、感じさせることなくプレイする。 地元オースティンでは50年代から活動する大ベテランだが、レコーディングは1987年までない。それまでは、いわゆる知る人ぞ知る存在であった。1939年テキサス州オースティンに生まれる。幼い頃からギターを弾いていた、彼は16歳の時初のギグを経験。まもなく地元の伝説的なブルースマン、T.D. ベルト出会い、彼のバンドに加入した。 70年代初頭に、アンジェラ・ストレディ、デニー・フリーマンらとバンド、サザン・フィーリングを結成。この頃、当時まだ10代だったスティー・ビー・レイ・ボーンと出会う。スティー・ビー・レイは彼らのステージに飛び入りすることもあったと、いう。サザン・フィーリング解散後は、機械整備工として働いていた、クラークだったが、1975年、スティー・ビー・レイに誘われ、彼のバンド、 トリプルスレッドレビューのベーシストとなる。後にスティービーレイの持ち歌となった、コールドショットが誕生したのは、この時代だ。クラークが、バンドのキーボーディスト、マイク・キンドレッドと共作したものだった。70年代末にクラークはバンドから脱退し、自己のバンド WC ・クラーク・ブルースレビューを結成する。1987年には、初の自己名義のアルバム、サムシング・フォー・エブリバディをリリースした。 90年代前半までは、地元のクラブ、アントンズなどのレギュラーバンドとして活動した。1994年、ブラックトップレコードと契約。以後、他の都市へもツアーに出かけるようになり、活動の範囲が広がっていく。ブラックトップでは、計3枚のアルバムをリリースし、活動範囲を広げていった。同レーベルからの一作目、ハートオブゴールドには、 彼のバージョンのコールドショットが収録されており、スティービー・レイに捧げられている。しかし校長に活動を続けていた1997年3月、ツアー中の彼の車が交通事故に遭う。クラーク本人は無事だったものの、彼はフィアンセとバンドのドラマーを同時に失ってしまった。翌年のアルバム、ラバーズ・プリーに収録された、アーユー・ヒア、アーユー・ゼアは、 クラークが亡きフィアンセに呼びかけた歌である。90年代の末には、ブラックトップが倒産。以後、しばらく新作から遠ざかるが、2002年に、アリゲーターレコードと契約。4年ぶりの新婦、フロム・オースティン・ウィズ・ソウルをリリースし、健在ぶりをアピールした。同作は、マーシャ・ボールのゲスト参加も手伝い、ブラックトップ時代以上に力強い仕上がりとなっている。 2004年にはアリゲーターからの2作目、ディープイン・ザ・ハートリリース。現時点では、これが最新作である。ありがとうございます。